道内では今日、札幌で51人、石狩地方で31人など、合わせて106人の感染が確認されました。道内で新規感染者が100人を超えるのは3日連続で、札幌では2日ぶりに50人を上回りました。また、80代の男性1人が死亡しています。オミクロン株は全国で感染が急拡大し、道内でも複数の地域で感染が確認されています。一方、3連休最終日の今日、新千歳空港は家族連れや旅行客の姿が目立ちました。家族でスキーに来ました。これから留守の方まで移動する。とにかくマスクを外さないこと、あとは手洗いですね。道は感染拡大を防ぐため、20の自治体、28の施設で無症状の道民に対して PCR 検査と抗原検査を無料で行っています。新千歳空港ではオミクロン株が広がる東京から帰ってきた人などが検査を受けていました。検査は来月7日まで無料で受けられます。